振り返るな夜の静寂が街を包んでいたある晩私はいつものように深夜の散歩に出かけた月明かりの下通りの灯りはほのかに輝き風が葉を揺らす音が耳に心地よかったこの時間が私にとっての唯一の安らぎだったしかしその夜は何かが違っていた 歩き始めてすぐ、背後から足音が聞こえてきたのだ。最初は気のせいかと思ったが、足音は私が早く歩くたびに早くなり、止まると止まった。誰かが私を尾行しているようだった。振り返るな、という直感が脳裏をよぎった。私は恐怖に駆られながらも、決して振り返らずに歩き続けた。 足音はどんどん近づいてくる、冷たい汗が背中を伝い落ちた。私の心臓は激しく打ち鳴らされ、恐怖が体を支配していた。そこで何かが私の意識を切り裂いた。それは突然の静けさだった、足音が止まったのだ。私はほっと一息つきながらも、まだ振り返ることはできなかった。 あの足音は一体何だったのだろうか自分の恐怖心が作り出した幻聴だったのだろうか私はその夜を最後に深夜の散歩をやめた。あの足音が何者だったのか、真実はわからない。しかし、あの夜以来、私は常に誰かに見られているような感覚に襲われる。 あれはただの木のせいだったのだろうか。数日後、私の心はまだあの夜の出来事から解放されていなかった。通りを歩くたびに、背後から誰かがついてくるような錯覚に陥り、不安が募っていた。ある日、友人との待ち合わせで町中へ出かけた時のことだ。 いつものように背後に何者かの存在を感じながら歩いていると、ふと、古びた神社の前を通りかかった。その神社の前には、振り返るな、という古い木の看板が立っていた。その言葉が私の心に深く刺さった。友人との会話も耳に入らず、私はその神社の看板に引き寄せられるように立ち止まった。 その瞬間、背後の足音が再び聞こえ始めた。今度はさらに近く、はっきりとした足音だった。私は恐怖で硬直し、振り返ることができなかった。大丈夫、どうしたの。友人が私の様子に気づき声をかけてきた。しかし、 私の耳にはその声も遠く感じられた。足音は次第に速くなり、私のすぐ後ろまで迫ってきた。恐怖が頂点に達し、私はついに振り返った。しかし、そこには何もいなかった。ただの空間と友人が心配そうにこちらを見ているだけだった。 私は深く息を吐き出し、何が現実で何が幻だったのか、もはやわからなくなっていた。その日以来、私は、振り返るな、という言葉が頭から離れなくなった。夜になると、いつものように背後に何かがいる感覚に襲われる。でも、もう振り返る勇気はない。振り返ったところで、 そこには何もいないのだから、日々が経つにつれ、私の中の恐怖は増すばかりだった。夜ごとに繰り返される背後の足音、そしてあの、振り返るな、という言葉。私の心は、不安と恐怖で満ち溢れていた。私はついに決心した。この恐怖から解放されるためには、 直面するしかないと。私は再び、あの神社へと足を運んだ。月が高く空を照らし、冷たい風が私の方を撫でた。私は神社の前で立ち止まり、深く息を吸い込んだ。そして、ゆっくりと振り返った。そこには、私を見つめる不気味な影があった。 その影は不定型で空気を歪めながらゆらゆらと揺れていた。私の心臓は凍りつき言葉を失った。その影はゆっくりと私に近づき私は動けなくなった。影は私の顔のすぐ前で止まり何かを囁くような声が聞こえた。振り返るな、と。 その声は私の心の奥深くに響き渡り、私はその場に崩れ落ちた。目を覚ました時、私は自宅のベッドの上にいた。ただ、何かが変わっていた。あの恐怖が私から離れていなかった。あれから、私は常に何かに見られているような感覚から逃れられない。夜が来るたびに、 背後にあの影がいるような気がして、振り返ることができない。振り返るな、という言葉が、私の人生を永遠に変えてしまった。私は知ってしまったのだ。あの世界の存在を。そして、それが常に私の後ろにいることを。 暗い夜、私はその古びた屋敷に立っていた。風が冷たく肌を突き刺し、周りには静けさが広がっていた。この古い建物は、村の人々から避けられ、呪われたと噂されていた。そして、私はその噂を信じることになった。夜ごと、この屋敷から奇怪な声が聞こえるのだ。 叫び声、泣き声、そして時折、恐ろしい笑い声が闇に包まれた部屋から湧き出てくる。その声は、この屋敷の歴史と密接に結びついていると言われている。そして今夜も、私はその声を聞くためにここに立っていた。屋敷の扉をゆっくりと開けると、暗闇が私を包み込んだ。 足元には古びた絨毯が敷かれ、どこかで水漏れの音が聞こえる。私は震える手で懐中電灯を取り出し、中に足を踏み入れた。最初は静寂が支配していた。しかし、それもつかの間、壁の中から聞こえるかすかな囁きが始まった。声は苦しみと哀れみに満ちており、 私の背筋を凍りつかせた。その囁きが次第に大きくなり、壁が耳障りな叫び声に包まれた。助けて、助けてくれ、と、声は絶え間なく繰り返す。私は懐中電灯を振り回しながら、声の方向を探し始めた。部屋の奥に進むにつれ、声はますます大きく、 恐怖が私の心を支配し始めた。そして私は一室にたどり着いた。部屋の中央には古びたベッドがあり、その上には不気味な影が広がっていた。影がゆっくりと立ち上がり、私を見つめた瞬間、私の心臓は止まるかと思った。それは幽霊の姿だった。 透明で薄く、不気味に微笑んでいるように見えた。助けてくれ、と、幽霊は再び泣き声で訴えかけた。その声は屋敷の歴史と結びついた、何か不気味な出来事の証言のようだった。私は震えながら、その幽霊に尋ねた。何があったのですか 幽霊は静かに語り始めた。屋敷はかつて孤児院として使われており、数多くの子供たちがここで苦しんだのだという。虐待、飢餓、そして最終的な死。その苦しみがこの壁に刻まれ、幽霊たちは永遠にそれを繰り返すのだと言った。私は震えながらその場を後にした。 この屋敷の歴史は恐ろしく、幽霊たちの声はその苦しみを語っていた。それ以来、私はその場所を避け、この恐ろしい出来事を忘れようと努力している。しかし、その声はいつも私の夢に現れ、私を恐怖に引き戻すのだ。 足跡。ある冬の月を、私は一人で古い街並みを歩いていました。その日は特に冷え込んでいて、息が白く霧のように消えていきました。道は人気がなく、古い家々がまるで眠っているかのようでした。風が吹くたびにギシギシと音を立てる木々が、まるで何かを語りかけるようで、 少し不気味でした。家に帰る途中、小さな橋を渡っていたとき、突然、背後に何かの存在を感じました。振り返ると、そこには誰もいません。ただ、橋の上には、私以外の人間の足跡が一組、親切にくっきりと残っていました。しかし、 その足跡は中途で途切れ、どこにも続いていません。これにはさすがに驚き、恐怖を感じました。急いで家に戻ると、家の前で何かがこちらを見ているような感覚に襲われました。しかし、やはり誰もいません。ただ、家の前の雪には、先ほどの橋と同じ足跡が、 まるで私を追いかけてきたかのように、家に入ると安堵のためか暖房の暖かさに包まれて眠ってしまいました。しかし、夢の中で橋の上に立つ白い影が私をじっと見つめているのが見えました。目が覚めると窓の外で雪が降り続いていました。次の日、 警察から連絡がありました。その夜、私が橋を渡ったすぐ後に近くの川で溺れた人が見つかったそうです。その人の足跡が私が見たものと一致していました。私はその夜、誰かの最後の足跡を見たのかもしれません。それとも彼らの魂が私に何か伝えたかったのか。 考えると今の背筋が凍るようです灯台夜が訪れると私はいつも灯台の窓からの光を見つめていましたこの孤島に住む者は私一人であり 何十年も前からこの灯台を点火しているのは私だけだと思っていました。しかし、最近の出来事が私の信念を揺るがせるものとなりました。ある晩、私は灯台の塔に登り、ランプを点検しようとしました。しかし、私がランプの近くに立っていると、突然、ランプが自動的に点火されました。 私は驚きのあまり、一歩下がってしまいました。どうしてこんなことが起きたのか、他の誰かがここにいるのか、私は恐怖に包まれました。その後の日々、私は常に警戒心を持ち、島のあらゆる核を探索しました。しかし、どんなに注意深く探しても、 他の生物や人間の気配は感じられませんでした。私は孤独感と恐怖に襲われ、夜の海を照らし続ける灯台が私だけで点火されているという確信が揺らぎました。ある晩、私は灯台のランプルームに入ると、ランプが再び自動的に点火されました。私は灯台の制御装置を調べましたが、 何も異常はありませんでした。この出来事はただの偶然なのか、それとも何か超自然的なものが絡んでいるのか、私は理解できませんでした。恐怖心と疑念が私を襲い、私は灯台の塔にこもりました。夜ごとにランプが自動的に点火され、夜の海を照らし続けました。そして、 孤独と不気味な出来事が私の精神を徐々に蝕んでいきました。この古い灯台の謎は解けるのか、それとも私は永遠に恐怖に囚われる運命なのか、私は自問自答しました。そして、夜ごとに続く謎の天下は、私の心を闇へと引きずり込んでいきました。古塔の灯台での謎めいた出来事は、 私を狂気の淵に追いやりました。私はもはや何が現実で、何が幻想なのかを区別できなくなっていました。灯台の塔は私の牢獄となり、夜ごとに再び点火されるランプは私の心を焼き尽くす炎のようでした。ある晩、私はランプルームに立っていると、突然、灯台の塔が振動し、 奇妙な音が響きました。壁から異常な明かりが漏れ出し、部屋全体が急速に明るくなりました。私は恐怖に顔を歪め、その光景に耐えられなくなりました。そして、突如として灯台の中から、影のような何かが姿を現しました。それは人間のような形状を持ちつつも、 その特徴は不明確で不気味な存在でした。私はその存在に言葉を発することもできず、ただ呆然と立ち尽くすしかありませんでした。その存在は静かに私に近づいてきました。そして、その目が私の目と交差する瞬間、私は恐怖に包まれ、意識を失いました。目を覚ますと、 私は灯台の塔の外にいました。夜の闇に包まれ、灯台は再び静かになっていました。私は何が起こったのか、どれほどの時間が経過したのかを理解できませんでした。その後、私は島を去り、灯台の謎について誰にも話しませんでした。しかし、 その体験は永遠に私の心に刻まれ、私はあの恐ろしい夜について考えるたびに、恐怖が再び私を襲います。孤島の古い灯台の謎は、決して解けないまま、私の中で闇に閉ざされたままでしょう。ささやき。 僕たちはいつものように学校を終え、放課後の自由な時間をどう過ごすか話し合っていた。友人の高しはいつも何か新しいことを求めているやつだ。彼は高身長でスポーツが得意、でもどこか神秘的な雰囲気を持っている。一方、ケンジはもう一人の友人で、高しとは対照的に小柄で、 いつも本を読んでいる静かなタイプだ。そして、僕、優とはその中間といったところか、普通の高校生活を送っている。今日はちょっと変わったことしようぜ、と高志が提案した。地元で有名な神経スポットに行ってみないか。彼はワクワクした表情で言った。 ケンジは少し躊躇しながらも、最終的には賛成した。僕も好奇心が勝り、三人でその神経スポットへ向かうことに決めた。神経スポットは、廃墟と化した旧校舎の近くにあった。火が落ち始めると、その場所の空気は一変した。夕闇が辺りを包み込む中、 僕たちは急校舎に近づいた。歩くたびに足元の砂利がカサカサと音を立て、周囲の静寂をより一層強調していた。ここ、マジで怖いな。ケンジが小声で呟いた。彼の瞳は恐怖で大きくに開かれていた。タカシは笑いながら、大丈夫だって。 ただの廃墟さ。と答えたが、彼の声にも少し緊張が感じられた。僕たちは廃墟の中に足を踏み入れた。中は思ったより暗く、わずかに差し込む月明かりが、空っぽの教室や廊下に不気味な影を落としていた。ふと、階段の上から何かの物音が聞こえてきた。 カタカタとゆうるい足音のような、僕たちは息を飲んだ。何かいるのかなたかしが囁いた。ケンジは恐怖で震えていた。それはただの物音ではなく、まるで誰かが僕たちを見ているような、そんな気配だった。その時、不意に僕たちの後ろから、 か細い声が聞こえた。ここにはいられない。その声はまるで風に乗って消えていくようだった。振り返ると、そこには誰もいない。ただ、僕たちは確かにその声を聞いた。その声の後、僕たちは完全に固まってしまった。ケンジは、帰ろう。 言うと、ここは良くない。と震える声で言った。でも、たかしはまだ興味津々だった。ちょっと待ってよ、もう少し探検しようぜ。と彼は言い,い、僕たちをさらに奥へと引っ張っていった。廃校舎の中を進むにつれて、空気はより冷たく、重苦しくなっていった。 壁には古い落書きがあり、薄暗い月明かりがそれを浮かび上がらせていた。廃校舎の中は、まるで時間が止まったかのようだった。ここ、何か変だよ。ケンジがまた小声で呟いた。その瞬間、またしても階段の上から物音が聞こえてきた。今度はもっとはっきりと、カタカタという音は、 まるで誰かが階段を降りてくるようだった。高しは、誰かいるのかな、と半ば期待しているようだったが、僕とケンジは恐怖で身動きが取れなくなっていた。そして、その音がだんだんと近づいてくる。僕たちは恐怖で息を呑み、身を隠す場所を探した。 階段の下に隠れると、僕たちは息を潜めていた。音はだんだんと大きくなり、ついには目の前を通り過ぎていった。しかし、そこには何も見えなかった。ただ、音だけが通り過ぎていく。これは、幽霊。高しが呟いた。ケンジは震えながら、 もう帰ろう、怖いよ。と言った。僕も同意見だった。しかし、その時、再びあのか細い声が聞こえてきた。ここから出て、その声は哀れみを含んでいるように聞こえた。僕たちは、その声が響く中、恐怖に震えながら愛好者を出た。 外はすっかり暗くなっており、あたりは静寂に包まれていた。霧は濃く、視界は極めて限られていた。僕たちは何とか元来た道をたどろうとしたが、方向感覚を完全に失っていた。早くここから出ないと。ケンがせかすように言った。たかしも普段の冷静さを失い、 不安げな表情をしていた。僕たちは霧の中を手探りで進んだ。足元は不安定で何度もつまずきそうになった。そして背後から再びあのか細い声が聞こえた。待って。しかし今回の声は何か違っていた。より強く必要だった。 振り返ると、霧の中から白いドレスを着た女の子の姿が見えた。彼女はゆっくりと僕たちに近づいてきていた。早く逃げないと。高しが叫んだ。僕たちは全速力で走り出した。足音は霧の中でこだまし、どこからともなく続いてくる声が僕たちを追い詰めた。 走り続ける中で、ようやく霧が薄れ始めた。そして、僕たちは知っている道路に出た。後ろを振り返ると、霧の中からは何も追ってこなかった。僕たちはほっと息をつきながら、その場に座り込んだ。もう、あんなところには二度と行かない。ケンジが震える声で言った。 高しもうなずき、僕も同意した。僕たちは恐怖を胸に刻みながら、家路に着いた。家に帰り着いた時、僕たちはまだ恐怖の余韻に震えていた。家の安全な暖かさが、今まで以上に心地よく感じられた。高志、ケンジ、そして僕は、それぞれの家に帰ってからも、 あの夜の出来事を忘れられなかった。翌日、学校で僕たちは再び集まった。顔を見合わせると、誰もが同じ思いを共有していることが分かった。あの夜、僕たちはただの冒険心から始まった行動が、どれほど無謀で危険だったかを痛感していた。もう二度と、あんなことはしない。 と高氏が静かに言った。普段は冒険的な彼も、あの恐怖の体験は深く心に刻まれていたようだ。ケンジもうなずき、僕も戦力で同意した。地元の噂話は、ただの話じゃないんだな。とケンジが呟いた。僕たちは、 あの神経スポットの噂が単なる作り話ではないことを身をもって知った。それは僕たちにとって忘れられない恐ろしい教訓となった。<noise> 御洋館の夜の子守唄街外れにあるその古い洋館は、 僕がこの町に越してきた時からずっと空き家でした。夜になると、洋館から子供の笑い声が聞こえてくるという噂がありましたが、誰も近づかない不気味な場所でした。僕は、何気なくその洋館に興味を持ち始めました。ある晩、思い切って洋館に足を踏み入れることにしました。静かな夜、 星空が美しく輝いていました。洋館は草木に覆われ、廃墟のような佇まいでした。不安を抱えつつも、好奇心が僕を動かしていました。建物に近づくと、窓から薄暗い光が漏れていました。ドアを開けると、古着たインテリアが目に飛び込んできました。足音を忍ばせ、 探索を始めます。奇妙なことに、部屋の一つからは子供の笑い声が聞こえてきました。不気味な感じがしましたが、声に導かれるようにその部屋へと進みました。部屋に入ると、中央に古びたぬいぐるみが置かれていました。笑い声はそのぬいぐるみから発せられているようでした。周囲を見渡すと、 壁には古い家族の写真が飾られていました。写真の中の子供たちが、まるで今にも動き出しそうな、生き生きとした表情をしていました。笑い声は徐々に大きくなり、部屋全体がそれに包まれるようでした。恐怖を感じつつも、僕はぬいぐるみに近づき、手を伸ばしました。触れた瞬間、 ぬいぐるみの笑い声が突然止み、代わりに家族の写真から声が聞こえてきました。遊ぼうよ、という子供の声。しかし、その声には何か悲しげな響きがありました。僕は困惑しましたが、声に導かれるままに写真を手に取りました。その瞬間、部屋の雰囲気が一変し、 暗闇に包まれました。突如、子供たちの笑い声が響き渡り、部屋中がその声で満たされました。恐怖に駆られ、僕はその場から逃げ出そうとしましたが、出口が見つからない。まるで迷路のように部屋が変わっていたのです。息を切らしながら廊下を走り、次々に扉を開ける僕、 しかし、どの部屋も同じように見え、どこまでも続く迷路のようでした。その時、僕は足元に柔らかな何かを踏み、下を見ると小さなぬいぐるみがありました。ぬいぐるみは驚くほど暖かく、まるで本物の子供のような感触がしました。ふと、子供の声が、こっちだよ。 と囁くように聞こえました。声に導かれるように、僕はぬいぐるみを手に取り、暗闇の中を進みました。通路は次第に狭くなり、壁には古い絵画や肖像画がかけられていました。絵画の中の人物たちの表情は、なぜか悲しみに満ちているように見えました。通路の終わりには、 大きな扉がありました。その扉を開けると、そこは豪華なサロンのような部屋でした。部屋の中央には大きな鏡があり、鏡の前には古いドレスを着た女性の姿が映っていました。しかし、部屋には女性の姿はありませんでした。鏡に映る女性は悲しそうに僕を見つめ、 静かに話し始めました。鏡に映る女性は、かつてこの洋館に住んでいた家族の母親だと語りました。彼女の物憂げな声は、部屋に響き渡り、僕の心を打ちました。私たちの家族は、この家で幸せな日々を過ごしていたの。でも、ある日、突然全てが変わってしまったの。 と女性は言いました。彼女によると、彼らの家族には不幸が訪れ、次々と家族がこの世を去っていったそうです。そして最後には、母親自身も病に倒れ、子供たちをこの世に一人残してしまったとのことでした。子供たちの笑い声は、彼らの魂がまだこの家に留まっていることを示していたのです。 女性はさらに語ります。私たちが一緒に過ごした幸せな記憶、子供たちの笑い声、それがこの家に永遠に残ってしまったの。でも、子供たちはこの世を離れて、安らかな場所へ行く必要があるの。あなたには、その手助けをしてほしいの、と。僕はその願いを受け入れることにしました。 そのためには、子供たちの魂を解放し、彼らが安らかに眠れるようにする必要があると感じました。母親の願いを受け入れた僕は、家中を歩き回り、子供たちの魂と対話し始めました。それぞれの部屋に残る彼らの思い出、遊び声、笑い声を感じながら、僕は彼らに静かに語りかけました。 もう大丈夫だよ。ここを離れて安らかな場所へ行ってもいいんだよ、と。そして家中に灯りを灯し、家族の幸せだった頃を思い出させるようにしました。そうすることで子供たちの魂が安心し、解放されることを願いました。次第に、 家の中に漂っていた重苦しい雰囲気が晴れていき、暖かな光が部屋を満たし始めました。夜が更けるにつれ、子供たちの笑い声は徐々に遠のいていき、最後にはすっかり静かになりました。静寂の中、僕は深く息を吐きました。子供たちの魂がこの世を離れ、 安らかな場所へ旅立ったことを感じました。夜明けとともに僕は洋館を後にしました。振り返ると古い洋館は静かに佇んでいましたがもはやその中には恐ろしさは感じられませんでした。僕はこの経験を忘れることはないでしょう。洋館で過ごした一夜は 僕にとってかけがえのないものとなりました。